モデル・コーネリアス・ベッカム・ジュニアはアメリカ合衆国ルイジアナ州バトンルージュ出身のプロアメリカンフットボール選手。ポジションはワイドレシーバー。NFL のクリーブランド・ブラウンズに所属。ニックネームはブッチ。ルイジアナ州バトンルージュ出身のベッカムはルイジアナ州立大学でカレッジフットボールをプレイし、2014年の NFL ドラフトにて、 ニューヨークジャイアンツから全体12位で指名を受け入団。同年の AP 通信 NFL オフェンシブルーキーオブザイヤーに選ばれた。大学での通算成績2018年、ニューヨークジャイアンツでの最初のシーズン、ベッカムは怪我のためにシーズン最初の4試合を欠場したにもかかわらず、NFL ルーキーのレシービング記録を数々更新した。ベッカムは ルーキーシーズンに75回以上のレシーブ、1100ヤード、10回のタッチダウンを記録した初の選手となり、1試合あたりの平均レシーブヤード数のルーキー記録を更新した。初シーズンの第12週に、ベッカムはサンデーナイトフットボールのダラスカウボーイズ戦で後方に倒れながら、片手でタッチダウンキャッチをしたことで全米の注目を集めた。ベッカムはその後、 2014年の AP 通信 NFL オフェンシブルーキーオブザイヤーを受賞した。2016年にはキャリアレシーブ200回とキャリアレシーブヤード4000ヤードの両方を達成した NFL 史上最速の選手となった。2016年はジャイアンツの11勝5敗のシーズン記録に貢献し、キャリア初の100レシーブシーズンを記録し、NFL プレーオフ進出を果たした。 ベッカムは最初の3シーズンでそれぞれプロボールに選出され、セカンドチームオールプロに2度選出されている。開幕早々の怪我で13試合を欠場した2017年を除き、毎年1000ヤード以上のレシーブを記録している。2019年3月12日、クリーブランドブラウンズのセーフティジャブリル・ペッパーズ及び今季ドラフトの1巡目と3巡目、指名権と交換で、 クリーブランドブラウンズにトレードされた。2020年シーズン第7週のベンガルズ戦で第1球にインターセプト後のタックルで膝を痛めて退場した。翌日 ACL 断裂によってこのシーズン復帰見込みがないことが明らかになった。レギュラーシーズンポストシーズン。ありがとうございます。